皆さん、ポコニャジは。そしてメリークリスマス。一日お手がボケ。いや、撮影日がクリスマスだったからさ。いや、実はとうとうチャンネル登録者が50万人を突破したんだ。おお、とうとう行ったか。おめでとう、ポコニャン。うん、これからも頑張っていきたいね。ここまで来たら100万人を目指していきたいな。道のりは長そうね。さて、それはいいとして、今回もアパート建築の続きをやっていくよ。今日はアパート本体に取り掛かるのよね。一応裏で練習したんだ。そういえば粘土が全然ないって言ってたけど。あ、うん。今日はアパート全面の張りぼてを作るだけにするからさ。次回が、かなり材料不足なんだよな。そうなんだ。ちゃんと集めときなさいよ。さてと、早速なんだけど、アパートは基本的に赤紫と茶色の2色で作っていくことにするよ。赤紫と茶色ねー。なかなか奇抜な感じになりそうだが。大丈夫、任せといて。どれぐらいの量になるのかしら？どうだろう。テラコッタ自体は前にメサで大量に持って帰ってきたから足りると思うけど、アパートも結構大きいからね。作りすぎないようにちょびちょび作っていくことにするよ。これまたメサに行ってテラコッタ集めもやりそうね。どんどん資材がなくなっていくんだぜ。まあでも、いいものを作りたいから惜しまず使うよ。さあまずはアパート本体の入り口部分。ここに今作った赤紫のテラコッタを使うよ。おお、いきなり使うのか。今回は木材とかはあんまり使わない感じ？そうだね、基本外壁はテラコッタにするつもりだし。さあ入り口の柱ができたからそこに上り階段をつけるよ。え、上り階段？おいポコニャン、それだと色付きガラスが全部隠れちまうんじゃね？ふっふっふ、なんとかいい感じにしてみせるよ。さて、とりあえず正面玄関はこんな感じ。この階段ブロックってアカシアっぽいが若干違う？あ、うん、これは赤い砂岩の階段だよ。そうなんだ、確かこれもメサで取れるのよね。うん、赤い砂を焼いて、その後階段にしたものだね。さあ、どんどん壁をつけていくよ。この空いてる穴は？あ、これは窓を取り付けようかなって。 3×2 でいいかな。よし、いい感じにできてる。よし、このまま同じように続けるよ。こっちも入り口を作ってと。うーん、すごい色使いだけど大丈夫かしら。ここまでの感じだとまだ何とも言えないな。まあまあ、後で茶色が生きてくるんだって。とりあえず見ててよ。ここにも柱をつけて。あれ、正面の入り口は幅4マスじゃなかったか？確かに、こっちは3マスだわ。そう、土地の広さ的にわざとこうしたんだよ。さてと、ここの壁はどうしようかな。橋を茶色にしてと。うーん、どうなんだこれ。大丈夫、ここまでは僕の計算通りさ。普段全然計算力がないポコニャンが言っても。失礼だなおい。さあ、どんな感じになったかな。うん、大丈夫そう。そして対象にこちらも作っていくよ。効率のいい方法があればいいんだけど。次は柱だな。よし、オッケーだね。1階部分はオッケー、続いて2階だね。どんな感じにするの？うん、2階は完全に茶色のテラコッタで外壁を作るよ。へえ、赤紫は2階では使わないのか。まずは一度こうやって仕切っちゃえばわかりやすいかな。よし、オッケー。玄関床は滑らかな赤い砂岩で。独特なアパートだな。いやー、せっかくいろんな色がマイクラにはあるんだから使わなきゃもったいないなって。あ、もう1マス出そうか。ちょっとずつできてきた。
2階を作る前に玄関を完成させちゃおう。形的には豆腐じゃないってのはわかるが、まだちょっと見えてこないな。こうなると、気になるのは内装ね。ああ、間取りがどうなるのかが見ものだな。そうだ、そういえば結局何階建てにするつもりなの？あ、うん、2階建てだよ。ただ、家は3部屋だけにするつもりなんだ。え、2階建てを作るのに？そうそう。ちょっと部屋が狭くなりそうだからこうすることにしたよ。ふーん、ってことはそれぞれの部屋に階段をつけなきゃね。オッケー、こんな感じで他も玄関を作っていくよ。扉はダークオークなのな。結構この家の感じだとマッチしてるからね。テラコッタがなくなっちゃった。さあいよいよ2階部分。茶色で作っていくのよね。一体どんな感じになるのか。ふっふっふ。それは後のお楽しみ。基本的に1階と同じような構造だから倍速でお届けします。窓にはトラップドアなんてつけちゃったり。へえ、あんたもそういうことができるようになったんだ。いろいろ勉強させてもらってるからね。こっちにはちょっとした観葉植物を置こうかな。これはネザー水晶の階段ブロックか。位置的につけにくいんだよね。よし、オッケー。この後はどうするの？空いてる部分をネザー水晶で埋めるよ。さらに、ハーフブロックで下も伸ばすよ。これがココニャン流オシャレポイント。へぇ、なるほどね。同じものを先に作っておきました。テレビ番組か。あはは。でも割といい感じになってきたでしょ？まあな。ここに屋根がついたらどうなるのか。確かレンガで作るのよね。そう、屋上を作った時みたいな屋根にするつもりだよ。さて、それより観葉植物だね。鉄柵で囲って、葉っぱブロックをつければ。反対側もつければ完成だね。はい、というわけでアパートの正面の壁が完成しました。どうかな？異色の組み合わせで表現してみたんだけど。うん、最初は不安だったけど、意外と合ってる気がするわ。せやな、ここからどう出来上がっていくのか楽しみなんだぜ。屋根の感じはもうイメージできてるからいいんだけど。やっぱり材料がな。ここは思い切ってレンガじゃなく違うものにしたらどうだ？いやー、それも考えたんだけど。やっぱりこの色使いに合うのはレンガかなって。そうか。まあ屋根の前にまだ他の壁もつけなきゃいけないしな。内装から作ってもいいと思うしね。なるほどね。じゃあ、少しずつ粘土を集めて、足りそうだったら取り掛かることにするよ。というわけで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。